本屋が街を作ってきたと思ってし、どんどんその渋谷の街から本屋がなくなっていく感じ見ていて寂しいですよね。もう棚の数だけ店長がいる。みんなで本屋をやろうっていうのがこの店のコンセプト。130人の店長が店番もしながら自分の好きな本を置いてそれを売っていく。テーマを偏愛にしたんですよ。偏った愛、人のその本棚見る感覚でこの書店の棚がこう並んでくると面白いなと思ったんで。いやもう偏愛を覗くのが楽しいです。ただ単に自分の本棚を出すことによって自分の中の一部分をこう見せていくで、そこからこうつながりが広がるっていうのが、あ、なんか嬉しいかも。その人らしさをこう肯定してくれる場所だなと。私ここの本に一つ一つ自分とその本とのちょっとした思い出とか書いていて、この本とか帰りの新幹線で読もうと思って買ったんだけど、新幹線で疲れて寝ちゃったから結局読んだのは全然後だよみたいな、そんな感じで思い出っていうのをすごく大事にしていて。いやもうやっぱその人の偏愛を見に来るのも楽しいし、自分の偏愛をここで出したいって思ってくれる方もいるので、渋谷の光の8階にはあるんですけど、なんかどんどんこう染み渡って光へから染み出て、ここから新しい渋谷の文化がもしかしたら生まれてくるかもみたいな、それはちょっと楽しみですね。